ここやな。マキブラ、どこや。誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。俺客よ、客よって。聞けや。おい、ええから聞けや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。おい、すみません、怖くて。すみません。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか。え、さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。やっぱり。タイヤマン！ちゃう！
う違う言うとやろうが。ああ、ほら、分かった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。相当辛かったんじゃないですか。あ、ああ、こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前もグランドって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だってぼやいてました。ほう、誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。私、お客さんから仕事のこととか街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。そうですね、なんか見た目は怖いらしいです。なんや、その見た目はっちゅうのは。まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。そのなんや、暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味やのうてな。でもあんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか。そうですね、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから
仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すのが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか？私がですか？さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか？そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか？うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。